くんちゃん徳さんの重箱の隅つつき。国本義弘です。徳です。さあ今回は今回の話の YouTube アップというのは2021年の2月中旬ですよね。はい。この時期というのはですね、例年ですと特に中国からの観光客が大挙してやってきていましたよね。はいはい。日本政府はですね、2016年3月の段階で将来見通しということで2020年の訪日外国人客の数というのは4000万人というふうに目標を出してたんですよね。うん。でもね、残念ながら2020年というのは年明け早々から の新型コロナウイルス騒動というのが沸き起こりました。で現段階では1月から9月までの数字しか分かりませんけども、日本を訪れた外国人観光客の数というのは累計で397万人、前年比でいうとおよそ 84% の減少というふうになっちゃってるんですね。はいはい。でも分かりますね。で1月から3月までの数字というのが394万人だったそうなんですよ。うん、もうほとんどそこが占めてるわけだよね。でそれ以降ね、4月から9月までの半年間の数字というのは、わずか3万人なんです。旅行収支というのがありまして、その旅行者のお金の出入りですから、日本人が海外で消費した額と、それから外国人が日本国内にやってきて落としていった額の差額ということになります。はい。2014年の段階でいうと441億円の赤字だったんですけれども、うん、翌年の2015年にはですね、なんと1兆1217億円と、それだけの黒字に転じてるんですよね。その2015年に黒字になったというのは実に53年ぶりのことだった。あ、そうなの。そう。そんなに赤字が続いてたんだ。ですから日本人が出ていくことが多くて、なかなか日本に来てくれなかったと、うん、いうことが大きかったと思うんですけどね。そういうことですよね。訪日外国人1人当たりの支出額というのがですね、赤字だった2014年の上半期段階でいうと14万から15万円ぐらいだった、うん、それが1年後の2015年の上半期が終わる頃になると19万円弱に伸びてるんですよね。まあ、それが大きかったということでしょうけども、これは取りも直さず冒頭でお話をした通りで、中国人の観光客が大挙して押し寄せまして、しかも爆買いで盛り上がったと、うん、そうでした、いうのが一番の理由でしたね。うん。なんでそんなことになったかって知ってます？なんですか？夜中国人が爆買いした理由。それは僕の理解では日本製品が良かった、うん、でそれで中国国内での評判もいい、うん、で確かなものである、うん、だからまとめて買っていって、で出資してくれた人たちに分けた、もしくは売った、うん、転売した、うん、そういうことかなと思ってるんだけど、うん、でも今の話っていうのはその後もずっと続く話じゃないですか、うんうん、でも爆買いってあるところから結構収まってきましたよね、うんうん、はい。あ、なぜその時期爆買いだったか。そうそうそう、ということ、うん、ですね、ちょうどその頃というのがですね、中国の人民元と日本円のいわゆる為替レートがですね、1元というのが19円50銭くらい、うんうん、結構跳ね上がったんですよ。なるほど。ですからいわゆるですね、元高円安ということになってたわけですよ、うんうんうん、ですから観光客にしてみるとですね、日本での買い物というのが上身があったわけです。なるほどね。そうかそうか、うん、でそれがね、爆買いの原動力だったと思います。でその後もその中国人の観光客というのは多かったんですけども、しばらくしてその爆買いというのは収まっちゃったわけですね。まあ、それ何かといえば為替レートがその後は人民元に対して円高に転向してたと、うんうんうん、いうことで、その後は14円台から16円台ぐらいのところで推移していますから、かなり差があるんですよ。そうなんだ。2016年以降はですね、訪日外国人の1人当たりの支出額というのは15万5000円ぐらいと横ばいでしたけれども、その分その訪日客というのがですね、順調に増えたこともありまして、2018年の旅行収支というのは2兆3139億円ということで、その2015年の2倍強の黒字幅に膨らんでるんですよね。でその次の2019年になりますと2兆6350億円ということで過去最高を更新してるんです。
で2020年の旅行収支というのは現段階で分かりませんけども、先ほどお話した通りで訪日外国人の人たちというのが激減をしていますから全く期待はできません。ただ海外旅行ができないのは日本人も同じですから、日本人が海外で消費する額というのも激減しているはずなんですよね、うんうん、ですからある程度はそこで相殺をされているんじゃないかなという思います。さてですね、その例年なぜこの時期に中国からの観光客が多くなるかと言いますと、これは春節ですよね、うん、要するに中国の本当のお正月ですよね。そうですね、旧正月を祝う行事です。その太陽暦での1月1日というのはもう40日も前の話になってくるわけですけども、2021年の場合でいうと2月の12日が旧暦のいわゆる太陰暦での1月1日だったんですよね、うんうんうん、現在中国であるとか台湾というのもカレンダーでは太陽暦なんです。でもなぜかこの新年を祝う行事だけは旧暦を採用しているんですね、うんうん、まあ、考えてみればね、うん、日本でもお盆7月なのに8月の旧盆に休むというのと同じなわけですけどね、うんうん、で2021年の場合で言いますと2月の12日金曜日が旧暦の元日に当たったということで、前の日2月の11日というのが大晦日になりますから、うんうん、中国の場合でいうとそこから17日までの7日間というのが春節の祝日ということになっています、うんうんうん、日本ではね、うん、お正月元日だけが祝日ということになってますけども、中国の場合は1週間が全て祝日なんですよ。すごいね、松同士が全部休みなんだ。そう、すごいですよね、うんうん、で春節の連休にはですね、ふるさとに帰るという人が多くいまして、ただ最近はね、故郷に帰省するという人ばっかりじゃなくて海外へ旅行する人もかなりの数に上って、まあ、そのうちの一部が日本にやってきてくれたわけですよね、うんうんうん、春節というのはですね、中国本土だけのものということではなくて香港でもマカオでも同じでして、今年2021年の場合は12日から15日までの4日間、これ本来はね3日間なんですけどね、14日というのが日曜日と重なったということで、うんうん、15日まで振替休日がつきまして4日間休みになりました、うん、で台湾の場合は10日から16日までの7日間が春節の休みになっています、うん、なんとですね、中華系の国だけじゃなくて韓国でも、うん、旧暦の正月のことはソルラルと言いまして、うん、2021年の場合でいうと11日から13日までの3日間というのがやっぱり旧暦の祝日ということになってまして、そうなんだ、で2021年の場合は次の14日が日曜日ですから4連休だったんですね。韓国もね、うん、でベトナムもですね、テトというお休みが、あ、聞いたことある、10日から16日までの7日間設けられました、うん、今聞いたことがあるという話でしたけども、うん、その昔、うん、そのベトナム戦争が続いていた時にね、うん、テト攻勢とかね、テト休戦とか休戦とか、うん、いうふうな言葉がよく使われていましたので、はい、なんとなく耳に記憶として残っている方もいらっしゃるんだと思いますね、はい、ところで中国ではですね、めでたい字ということで喜ぶという字を2つ並べた双喜門というのがよく目につきます、うん、でこれはですね、喜び合う新郎新婦が並んでいる姿を示したというもので、本来は結婚式に使う字なんですけども、広くめでたいことを示すものということでいろいろな場面で好んで使われるようになっています。同じように春節の風景として家の門であるとか入り口などのところに幸福の福という字を書いた赤い紙が貼られているのを見たことはないでしょうか、うんうん、なんかでも中華のラーメン屋さんなんかにはなんかあるなっていうイメージがあるんですけど、うんうん、でしかもね、その服という字はね、逆さまになってるんですよね。そうなんですよ。そう、うん、で貼り方がまずいんじゃないかとかね、うん、誰かいたずらして逆さにしたんじゃないかというふうに思うかもしれませんけども、そういうわけじゃなくて逆さで OK なんですよ。なるほど。これはですね、中国語では福が来るというのを福が至ると書くんですよね。で倒れるという字の場合はその至るという到着の到という字に人偏がついたものですよね。そうです、うん、中国語の発音というのは何度もここでも言ってますけども同じなんですよ、うん、タオフなんですね。
タオフ、タオフ、うん、難しいな。で、うん、そこでね、服を逆さにする倒れる服ということにすることによって服が至る、うん、そうかそうか、来るんだのにつながっているというふうになるので、る、うんうん、願い事を込めるためにあえて服という字を逆さにするんです、ね、なるほどね。ところでですね、その日本では明治6年1873年に太陰暦から太陽暦に変わってるんですね、うん、もう少し細かく言うとですね、明治5年12月3日というのが明治6年の1月1日ということになったんです。ああ、そうなの。暮れも押し迫った時期での改暦ということでですね、国民の反発もかなりあったようなんですよね、うん、だって最近ね、一番新しい祝日山の日というのが誕生した時のことを思い浮かべてほしいんですけども、あれ山の日が始まった年の2年前の国会で国民の祝日に関する法律というのが改正されて承認をされているんですが、すでにその段階ではですね、次の年のカレンダーの印刷が始まってたんですよね。それを考慮をして1年間間を置いたわけですよ。当然ね、その明治5年 の段階でもですね、暦を印刷する業者というのがもうその次の年の分を吸っちゃっていたでしょうから、そういったところも含めてかなり反発があったんですね、でもね、明治の新政府には背に腹は変えられない事情があったんですよね。外国人のいろんな技師とかを雇ってしたい、あるいはいろいろとインフラを整えるというようなことで、ただでさえその資金不足に陥っていたのに、さらにいろんなところで金を使うことが多くてですね、12月の3日を次の年の1月1日にするということで、どうなったかというと、公務員の12月の給料を払わなくて済んじゃったんです。怒らない？怒るでしょそれ給料を払ってもらわなきゃ嫌だもんね、うん、明治政府のですね、そうしたその姑息なやり方はさておきましてね、日本では1000年以上にわたってその太陰暦というのを使ってきたわけですよね、はいはい、その太陰暦というのはお月様の満ち欠けですから、新月から始まって三日月、半月、満月でまた半月に戻ってというようなことを元にしていて、まあ、いわゆるその新月から新月までの一回りというのを一月にしたわけですね、うんうん、で平均すると 29.5 日ということになります。これを元にして計算をすると1年は354日というふうになります。太陽暦との間で11日のズレが生じているわけですけども、別にその太陰暦使ってるんだから太陽暦とのズレなんて関係ないだろうというふうに思うかもしれませんけども、このズレをそのままにしていくとですね、その3年で1月分の誤差が生まれるわけですよ、はいはい、さらにそれを放置していると、いつか新年を真夏に迎えると本当ですね、うん、いうことになってしまう。ずれてね、ですからね、3年に1回、もうちょっと細かく言うと19年に7回の割合で29日か30日のうるう月というのを設けて、このずれを補正していたわけですよね。で、うるう月がある年というのは1年が12ヶ月じゃなくて13ヶ月あったわけです、うんうん、だからその純粋な意味でね、太陰暦ということではなくて、まあ、厳密に言うと太陰太陽暦というふうなことを言う場合があります。ほぼ3年でずれを補正していくということではあってもですね、その1年で11日、2年で22日ずれる、うん、でしかも1年が13ヶ月の年があるということになってくると、その太陽暦に慣れている私たちからすると非常に厄介なわけですよね、うん、例えばその冒頭で話をしました春節について言いますとね、2021年の場合は2月12日だったでしょ。で前の年2020年はいつだったかというと1月25日なんですよ。あ、じゃあ結構差がありますね、で次の年2022年というのは2月1日になります。ああ、随分差がある、うん、だからこれだけ、ね、動きがあると、農作業の目安を設けるにしてもですね、何月何日頃に種をまくのがいいのかということについても判断が難しくなっちゃうじゃないですか、うんうん、確かに、まあ、そういうことでその太陽の周期に合わせて、まあ、つまり太陽暦の1年ですけども、これを24等分して立春とか雨水とかいうのを設けたのが二十四節気ですよね。でもね、この二十四節気というのも所詮は中国生まれなんで、うん、中には日本の気候に合わないものも数多くありまして、補助的な目安として日本独自に雑節と呼ばれるようなものを設けたんですよね、
例えばね、節分であるとかお彼岸、それから八十八夜、まあ、こういったものがそれに当たるんです、うんうんうん、ところでですね、長年親しんできたその太陰太陽暦というのをですね、一辺の通達で日常の暮らしから切り離せと言われても無理というもので、うん、最後にですね、当時の混乱ぶりを示すエピソードを一つ紹介をしたいと思います、はい、岡山県の商家の跡取りがですね、お嫁さんを迎えるということになりまして、婚礼の日取りを9月何日と決めておいたんですね、うんうん、お嫁さんの方は嫁入り道具の一切を取り揃えまして、準備万端、はるばる10里、まあ、40キロぐらいの道のりを歩いてきたんですけれども、ついてみるとですね、お婿さんの家は戸がぴたりと閉ざされていて静まり返っているわけです、うんうん、はてこれはどうしたことかなということで思い悩んだんですけども、まさか家を間違えているわけでもあるまいしということで戸を叩いてみると、ブツブツ言いながら起きてきた婿さんの家のものがですね、びっくりごてんするんです、うんうん、何のことはない。迎える側の婿さんの側は旧暦、お嫁さんの方は新暦でその婚礼の日取りを考えていたという行き違いなんですよね。確認しなかったんだね、うんうん、そうか、まあ、なんとかですね、うん、その時は嫁が来た嫁が来たということで上を下への大騒ぎにはなったものの、うんうん、なんとか支度を整えて三三九度で無事婚礼は済ませたということです、うん、なるほど、そうか、少なくとも一月ぐらいは違うんだもん ね思ってた日がね、うんうん、そうかそうか、ありがとうございました。どうも。